明智光秀は娘の行く末を案じていた。好奇心旺盛なのは結構だが、あまりにも行動が子供じみている。このままでは戦国乱世を生き抜くことはできない。心配のあまり、彼は同じく娘を持つ北条氏康に相談する。そして悩める親の相談話は意外な方向へと進んでいった。外伝の章、世代対抗合戦。あの子は体だけ大きくなって心はまるで成長していません。氏康殿のご息女はあんなにしっかりされているのに。隣の芝生はなんとやらだ。俺から見りゃてめえの娘も立派に成長してるぜ。そうでしょうか。私には実感できません。むしろ心配は増すばかり。なら戦って試してみるか。子らの成長をよ。しかし誰に相手を務めてもらえば。相手にも子供にも怪我はさせられません。親自身が相手になりゃいい。誰にも迷惑かからねえだろうが。そうですね。それならば安心です。氏康殿ももちろん協力してくれますよね。俺は遠慮しとくぜ。娘に傷でもつけたら神さんにどやされら。分かった分かった、俺もやってやる。捨てられた子犬みたいな目で見るんじゃねえ。
石は先人の谷にこう落とすといいます。手は抜きません。攻撃を開始します。本陣は囲まれ劣勢、でも変えてみせる。手を取り合いつつ押し返していきましょう。私は君のお父上より年上ですが、まあ、ね、今は年の話はやめましょう。Yeah!
叔父上、これがガキどもの底力です。今までは受け身だったけど、そろそろこちらから攻めなくちゃ。親に反撃だな。悲しいです。従順こそ美徳。そうですね、かわいい天使。わかりました、姉上、急ぎ攻めましょう。開門。私が相手となりましょう。
見事ですね。これもソチのおかげじゃ。ありがとうなのじゃ。いいえ、この勝利、あなたやみんながいてこそ。これからも仲良くしたいな。友達になってくれる？もちろんなのじゃ。早速ダチの挨拶をするぞ。拳を前に出すのじゃ。どうだ、これで満足したか光秀。ガキどもも立派に成長してんじゃねえか。え、子供は大きくなり親から巣立ってゆく。ですがやはり寂しいものですね。娘はそのうち嫁に行き、実家とは疎遠となる。私は取り残され、どんどん孤独になって。あの氏康殿、私たちも遊戯を結びませんか。孤独な老後が待つ親同士、支え合っていきましょう。ドアホー、気色悪いだけだ。それにてめえはまだ老け込む年じゃねえだろうが。